まあ、いきなりスタートで富士通が、まあ、左のロングパスで流れを掴んでいきます。まあ、やっぱり最初はこういう風に、まあ、富士通ペースでいくのかなっていうのが試合の体勢の見方だったと思いますけどね。でその予想通りニクソンのパワープレーが続いて、まず富士通が先に点を取ります。例えばニクソンのパワープレーというのも後半あんまり見なくなりましたね。いやーだから隠してるというか、ね、なんか、まあ、当然あの富士通からすると、はい、最後の2節、に向けてっていうのがあると思うので、はい、まあ、準備をしてるのか、隠してるのか、まあ、もうそれは富士通の方しかわからないですよね。はい、チームの人にしかわからないですけど、ちょっと、はい、ニクソン選手にボール渡してもいいなと僕たちは思ってしまいます。で前節では点を取れなかった東京ガスがまずフィールドゴールで3点を返すんですが、まあ、前半フロンティアーズとしてはキーになったのはこのやっぱり中村へのパスっていうことになりましょうかね。でここもパワープレーを使って追加点を取っていくという実はフロンティアーズです。まあ、予定通りですね、ここまでは。はい、でさらにここは2ポイントコンバージョンを高津さんが、これは高木さん意外なプレーでした。そうですね、だからこれがまあ普通 のトライフォーポイントだったらまた違う展開だったかもしれないですしね、はい、この2点大きかったですね。この2点大きいですね、はい、この2点とさっきのあのトーガスのね、はい、2点のちょ選択と、はい、まあ、これがあったからあるいはこのその選択の2点が難しくなってたのかもしれないですね、はい、その可能性あります、はい、で第2クォーターただここから東京ガスの反撃が始まっていきます。まあ、反則で苦しい状況にはなっていたんですがこの奇跡のタッチダウンパスアグーロの素晴らしいタッチダウンパスが決まりました。今もディフェンスはしょうがないという、はい、そうですね、プレーになりました。でしかしこの第2クォーター終了間際に吉本のこの、はい、ナイスゲインがありました。吉本中村のね、ベテランが本当に、存在感を発揮してましたね。しかしこのフィールドゴールは、ブロックされて15対10年は前半終了ということになりました。いつもだね、絶対決めるんですよね、実は。ああいうフィールドゴール。はい。なんか気になりますね。今日はそういう気になった点が、はい、何点かありましたよね。はい、で後半、はい、後半に入っては、この、まあ、前半にはなかった、はい、エヴァンスのミスから、はい、インターセプトリターンタッチダウンが、アデミアにあり、アディアミにありました。まあ、ちょっと後半に入ってから富士通が前半とは違うところを見せていったんですがそれを救うのはやっぱりアグーデのパスということになるんですね、はい、いや脅威ですよ ね本当にこの2人の、はい、脅威です。で最後は自分でエヴァンスがタッチダウンランを決めて、はい、22対16、まあ、この辺は本当にどうなるか全くわからない展開でしたが、そうでしたね、しかし第4クォーターに入ってさすがですね、この辺の集中力が、はい、誘い出されたという形でそうですね、これちょっと、まあ、これも、ね、システムが分からず喋ってるんであれですけど、はい、見た感じではもう誘われたなという気がしますね、はい、僕らのインターセプトリガンタッチダウンが決まって29対16、さらにはこのロングゲームもあって徐々に富士通にペースが移っていきます。4クォーターでね、やっぱりこう日本選手が打たれるとこういうゲームが起きますよね。でロングゲインになって、まあ、要所でロングゲインはするニクソン、はい、そしてフィールドゴールでさらに3点を追加していきます。でこれで32対16、2ポイントコンバージョンを2回決めないといけない点差になりました。で、ここから攻撃を仕掛けていく東京ガスですがちょっと時間がかかりすぎてしまったという
そうですね。ちょっとベンチワークのミスもありますしね。はい、まあ、こうやってきっちり進めて、まあ、時間のあるところでは何の問題もない、むしろいいドライブだったんですけれども、はい、そうですね、普通のドライブとしては当然いいドライブだったと思います、はい、あのスコアもしてます、ただそれがこの時間のないところでこのドライブだったのかどうかと、そうですね、もう少し、まあ、あと、2プレー、3プレー、はい、無駄とは言わないですけど、はい、コールがあったかなとは思います、で結局最後そのまま富士通が逃げ切ったというゲームになりました。